はい、どうもみなさん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。みなさん、こんにちは。サッカー男とのと愛する男 DJ、DJ トムですよろしくお願いします。お願いします。ヤンマーデウース、ヤンマーデウース。いや、微生物マリノス、おめでとうございます。ここはそんな場じゃない。<laughs> すみません。本日の内容はですね、試合振り返り出場選手レビュー、事実の詳細の方を行ってまいります。マリノス、最終スコアは4対1。 男西村、オンゴールヤンマトゥース <laughs> 水沼コーター <laughs>、えー、おめでとうございますヤンマでとか全部微生活をします、なんか。<laughs> いやー、この試合素晴らしかったですね。はい、それでは出場選手の方レビューしていければと思っております。本日マリノス、少しスタメン変えてきましたね。えー、前節のスタメンからは、マツケンとナベコー。 が、えー、変わりましたね。キーボーがベンチ外というところで、怪我なのか、アクシデントがあったのか、ちょっとわからないんですけれども、えー、そっ、なべこが、えー、前節、キーボーと変わって出たのと、山根くんですね。に変わって松木が出て、なんと山根くんがちょっと練習中に、あの、負傷をしてしまったということで、本日はベンチ入りをしていたんですけれども、ベンチから外れて、あの、村上優樹くんが代わりに入ったというアクシデントがあったので、ちょっとそちらも心配ですね。あ,あ、前節に変わって、チマが入って、チマが入ってますね。 あち前節はキーボードとチマのツーボランチだったんだよね。ああ、そうなんですね。あ,あはいはい、なるほど。で、今回、キーボードがベンチからも外れていたので、どういったアクシデントがあったのか、情報が入り次第、またお伝えできればと思うんですけれども、ちょっと不透明な形になってそんな速報できないです。すみません、うちはそういう速報チャンネルではありませんでした。<あ>申し訳ございません。ツイッターで。ツイッターでですね、はい。通常お知らせいたしますので。 三度の三種類サッカー関のツイッターフォローよろしくお願いします。お願いします。で、あとすみません、キーパーごめんなさい。前回のプレビューで川原選手て言ってたんですけども、も若原選手の間違いでした。大変申し訳ございませんでした。まあ大丈夫、ウィーでも最初間違ってるん、ね、で、ね。そうですね <laughs>。アンノルソン・ロ,ロピスとか。<laughs> アローロンソン・ロピス。アローロンソン・ロピス <laughs>、ありそうやな。<laughs> 今回も4対1というところで圧勝だったんですけれども、まずあの選手戦選手一人一人振り返っていければと思います。何日もですね、一森選手、やはり、えー、安定したセービングだったりとか、足元はやはり雨だったので、えー、なかなかうまくキックが,飛ば,なが飛ばない部分があったりとか、正確なボールが蹴りづらかったりとか、そういった場面もあったんですけれども、 やね、セービングに関しては、一森選手、非常に能力高いですよね。そうですね。僕も、すいません。ゴールデンウィーク最後の追い込みで、ちょっと温泉に行ってたんで、流し見やったんですけど。そう。あれでした。一、はい、森選手、スーパーセーブが何かあったんですか何本かあったんですか あスーパーセーブっていうほどの、あの、スーパーセーブっていうものはなかったんですけれども、やはり、えー、前節もですね、前節は結構やっぱりスーパーセーブで、あの、マリノスが救われた場面が多かったんですけれども、今節も安定した、えー、セービングだったりとか、一発でのパントキックのフィードだったりとか、グランダーのキックで、えー、本当にキーパーからですね、ここの一森から、この福田の裏をパントキックで一発で打っ 裏を取って、ベルが、えー、抜けて、ペナルティーエリアま内まで入ってきて、チャンスになったりとか、ここで一森がボールを持っていて、一気にボールをこのイ,イオハ、ヘンリーの裏に蹴って、ヤン・マーテウスが抜けて、チャンスになったりとか、まあ、そういった場面が何個かあったので、まあ、そういったところで起点に一森は慣れていたのかなと思いました。そういうフィードでチャンスになるっていうのは、高岡であんまなかった、いい,い,い印象ですね。 そうですね。高岡からパ,パントキック一発とか、グラウンダーのキックで一発とかっていう場面はあまり見られなかったので、そこはやはり一森は高岡にないいい部分かなと思いますので、今後もどんどんこういった自分が持っている、えー、強みで、どんどんチャンスどん,どんな感じでしたボール的には。ボール的にはパントキックでこういう感じです、ね。 こういう入んないのよ、これ。<laughs> ウィー入れでもないのよ、こっからのゴールはさすがに。ここから、ここからゴールはあるけどね、ウィー入れね。<laughs> 謎のあの、めっちゃ思いっきりシュート、最大限のやつで、こうやると入るっていう裏技があって、よく使ってたら驚,驚いてますけど、みんな。こっからはないんですよ、ゴールは。はい。あ、そう普通の試合だと思って見てました。<laughs> 試合でも入れと思わないでしょ、こっから。はい 入らないの、ね、よ、ここ <laughs> 若原選手、いいキーパーせ、いいキーパーですから。しっかり準備してますよ、一森がここで持ってたとしても。すみません。これがね、自分の中でちょっとハマってるんで、ちょこちょこ出していきかもしれません。<laughs> ちょっとふざけてしまいましたけれども、<laughs> ちょっと今節も前半ん、ちょっと立ち上がりが悪かったかなというような印象でした。 いつも通り前からはめられて、なかなかビルドアップがうまくいっていなかったかなというような印象があ,りあったんですけれども、流し見しし見てていてどうでしたあ僕ね、流し見でも結構あの見たんですよ、と言っても、前半、最後の方まで見ましたし、後半も見てましたね、ほぼほぼ見たんですけど。 プレスの強度って高かったですね、めちゃくちゃ。いや、非常に高かったですね、前からの強度は。ちょっとこうなんか,か、なう言葉が悪いだけ激しくて、誰か怪我するんじゃねえかな。そうですね。今日雨でピッチも濡れていたっていうところもあって、結構前半立ち上がりから畑中が足を痛めていたりとか、マツケンが足を痛めていたりとかっていう場面が散見されたので、超騎者監督ならではの激しいスタイルというか、 しっかりと前から追い込んで、プレスは激しくっていう,ような形で。超不規制監督の激しいプレースタイルって、てなんか、もう貴重監督のスタイルが。すいません、すいません。そうです超貴重選手が、プロレス。プロレスのなんかが。ああ、いや。いや、ロープ。あにロープはないのよ。<laughs> <laughs> <laughs> ここで利用して、ビヨーンじゃないんで。<laughs> <laughs> す <laughs> 今日ちょっとふざけすぎてるんですすけどすいませんそうです、ね、でもここまで強度の何でしょう高かったプレスに対して前回のプレビューの時にロングボールを使ったって話をちょっとしたと思うんですけど、はい、使ってる場面があんまり見られなくてそれに関してはなんか悪い意味っていうわけではなくてマリオスの選手たちが自分たちのサッカーに自信持ってるのを かなっていうのはもちろんそうですね。そのスタイルをずっと貫いてきたわけですから、こ,このプレイスタイルに対してはマリノスは相当な自信を持っていると思いますし、これを続けなければ今まで築き上げてきたものが全て台無しになってしまうと思うので、これを続けていくっていうところは大切になってくると思うんですけれども、ただ、えー、前半で、えー、この前からのプレス、えー、タイトで厳しいプレスになかなか 思うようなプレーができていなかったっていうところは、今後、プレースタイルで打開していくっていうところは、重要になってきますよねそうですね、今日とかってまさにロングボールで外してもいいんじゃないかなと思ったんですけど、な何個もディフェンスからしっかり繋いでっていう場面があったんで、でもまあ、そっからいいシーンとかもあったじゃないですか、何個か。そうですね、ありましたし、やはり得点シーンに関しては、今回もアンデルソン・ロペスが落ちてきたところからのコーナーキックをゲットして、えー、西村のゴールだったので、今回もトムが言っていた通り、意識的にロペスは下がってきているなっていうような。 印象がありましたねこ,こから引いてきてああやってますよね、アンデルソン・ロペス、意識的に下がってきて。そうですね、意識的に下がってきて、この辺から受けて、アンデルソン・ロペス、この辺で受けても、1枚、2枚剥がしてこの、運んでくれるので、そこからエウベルに展開して、コーナーキックをゲットしたりとか、で、西村のゴールも、あのアンデルソン・ロペスの突破から。 コーナーキックをゲットして得点につながっていたので、これは有効的ですかね。そうですね。ただ、ここまで、何でしょう。あれでうまく打開できてるケースってありますよね。ロペスが引いてきて、捌く。そうですね。で、ロペスが引いてきて、さばくときに、なんでチャンスが生まれてるのかっていうのを考えたときに、この両ウィングが、ロペスが下がってきてもしっかりとサイドに張って、高い位置を取れている。 っていうところが非常に重要になるのかなと思っていて、ここでロペスが失うと、もちろん、あの、ピンチを招いてしまうんですけれども、ここはロペス収まりますよね。収まりますし、1枚2枚剥がせる力があるので、それを信じてエウベル、ヤンマテウスはしっかりと高い位置を取って晴れているので、 ここでロペスが押してくることが有効化されているのかなって思うんですけれども、どう思いますまあそこで、なおかつトップ下、今、西村がそこで、まあ、エウベルに等を出したときに、西村が入っていけるのは強いですよね。そうですね。ロペスが開けたスペースを西村が使ったりとか、まあ、ロペスがあここでキープして、エウベルがサイドで受けて、ヤンマテウスがサイドで受けて、しっかりとしとここもここで勝負できますもんね。エウベル、ヤンマテウスも受けても。そうですね。そこで、まあ勝負つけて、フィニッシュっていうのもありますし、そこで、 ロペスが後から入ってくることによって、ボランチがその後ろのスペースから、まあ、最近よくマリノスで見られるボランチの得点じゃないですけど、そうですね、そうですね。まあそれが効いてくる。ロペスがここでチンタラチンタラこうダッシュしちゃうと、そのまま相手の戻りが早かったりもするんで、ロペスがちゃんとこう合わせるようなフルダッシュしていかないと下がらないんで、そうですね。まあ、そういったところは非常に重要になってくるかなと思いました。で、まあ、相手は一貫しても本当、若原だったりとか、センターバックから。 パトリックめがけてロングボールをずっと蹴り込んできてくれましたね。まあ、それに対して、エドゥ・ー・ハタナカがうまく対処しましたね。視聴者さんにちょっとサービスをあれすると、この1点取った福田君、はい。あの、木村拓斗君の同期ですね。ああ、明治大学。明治の。明治大学卒で、これ、プロ初ゴールだったらしいですね。木村拓斗君のためだから得点者を言ったぞ。ありがとう。<laughs> ありがとう。<laughs> 大三者ですね。な <laughs> そうですね、あのまあ得点シーンはちょっとまあ長戸の軽率なボールロストというか、えー、からえ生まれてしまった得点シーンだったんですけれども、ちょっとそういったところもなくしていきたいですね、あのまあ軽率なロストからのボールとかして、えー、悔し悔い木村拓斗君もスタンドで多分見てて悔しかっただろうですから、ここから奮起に期待しましょう奮起に期待しましょう、今日鍋子もちょっと怪我して、途中交代してしまったりとか、キーボーの。 状態だったりとか、山根くの状態っていうところも気になりますので、ボランチ空いてくる可能性ありますから、木村拓人くん、ここ、狙い目ですよね。そうですね、ボランチで見たいですよね。ボランチで見てみたいですね。ああすまあ、今はそうですね、あれですけど、ボランチで見たいですね。僕ら、ルヴァンカップで木村拓斗くんのサイドバックは見ましたけれども、ボランチで見たことがないので、本職 一応本職ですから、大学でずっとやってて本職ですから、ボランチでどういうプレーするのかっていうところは見てみたいですよね。で、そうですね、試合を見ていて、先ほどビルドアップでマリナスの貫いてきたスタイルを続けていたというふうには言ったんですけれども、プレビューでも話した通り、エドゥからかなりいいフィードがヤンマテウスに入って、一回その西村がオフサイド、ヤンマテスオフサイドだったんですけれども、ゴールをしたっていうシーンがあったんですけれども、それもおやっぱりエドゥの強みだったか、強みを生かせてたかなと思ったのと、うん エドゥーの,その対人の強さだったりとか、競り合いの強さっていうところが目立った試合かなと思ったんですけれども、どうでしたなんかでもヤンマテウス、まあ、エドアルト確かに安定してるなって印象ある,あるんですけど、<れ>ヤンマテウスの右はまだね、わからない、わからないワクワクがあります。ヤンマテウス自体をそんなに理解してないのかもしれないです、僕と僕が。<laughs> だからなんかもうちょっとやばいんじゃないかみたいな。まだヤンマテウスには、 わからない部分がたくさんある。真実はただ一つじゃないんですよ。<laughs> いやわかんない、わかんない、わかんないですよ。あの黒ずめね、コナンの山です。今。いつも黒いやつ。いつも黒い人状態ね、山です。今。道のこれどうすか。これどうですかこれどうですかいや、コナンの黒ずめの人あのちゃんと目とかはあるのよ。<laughs> あすません真っ黒いじゃん、ただの、ね。<laughs> そうですね。ヤンマティスはまだまだ未知な部分がありますので、今日もカットインからチャンス作ってたりとか、結局ヤンマティス1ゴール 1>, 1アシストしても、1アシストというかも、オンゴールまた誘発したうですね上げて、2得点に絡んでますし、うで,すね、で、あまあ、1アシストもしてますね。西村のコーナーキックも、ヤマティスが蹴ってゴールだったので、まあ、とんでもない,じゃないですあの選手は。あの選手はもう、覚醒してますよ、とんでもないですよ。なんか多分、あのー、鎌田大地系じゃないですか。なんかあの頑張ってるかあんまり分からない、本気が伝わらないみたいな。そうです、本気が伝わらないけれども、<laughs> しっかりと結果出すタイプの選手かもしれないですよね。<笑><笑>いや、楽しみですね。これで水の コータも交代でエウベルと交代で右ウイングしてゴール決めたりとかいい相乗効果がヤンマテウスの活躍によって生まれてるかなっていう印象があるのでもっともっと活躍してほしいですねなんか本当にメッシみたいな感じになってますよいやもう止められないですよね縦もいけますしパットインそうするって止められないですもんね中切っても縦いかれて縦切っても中いかれてどっちでも結局チャンス作られるといや今後も楽しみですねこれスタートでいけるじゃないですか今 そうですね。中、うん、から入って計算立ってるから、相当でかいですよね。相当でかいですね、これは。うまく試合に入れてるじゃないですか。そうですね、うまく試合に入れているので、右ウイングが今まで課題っていうと、課題はないですけれども、なかなかうまくいかない部分があったのかなという印象だったので、この山手選の活躍は非常に嬉しい。 そうですね。まあ、そういった形で本日も。あとあれ話させて、あとあれ話させて。何研究、研究、守備で起点作ったよ。研究、掲示版でも話題になってました。マリノスしか使いこなせない研究。ケンユ <laughs> あのプレイ大事だよ。あのプレイは大事。あの時間帯でのあのプレイは非常に心強いです。あれ,であれはでかい。あれはでかい。あれは悪いやつに悪いやついない。悪いやついないですし、まあ。 あそこの場面はもちろん素晴らしいんですけれども、そのほかも随所随所でいい場面ありましたよね、キープして。ありましたね、ありました。うん、しっかりとキープして、失わずにボールをマリノスボールにして、時間を作るう余裕。余裕がなんか出てきますね、やっぱ年齢とともに。そうですね、年齢とともに余裕が出てきて、やはり、えー、プレーの幅も広がってきてますかね、まあ。マリノスでやりやすいんじゃないですか、杉本健佑のほはでか,でかいですよいやでかいですよ。えー周り 選手からすするとありがたいですよねそうですね、本当に1個のオプションも増えますし、もうもちろんその、キープできるっていうところだったりとか、ああいう献身的な守備もそうですけど、ね、うん、セットプレーも杉本健勇、いいですからね、いいですねそういったところの攻撃の幅も杉本健勇が入ることによって広がるので、今後はもうちょっと得点だったりとかに期きたいですね。本当にロペスと本当に争っ,て争ってもらって、争ってもらってっていうより1つのポジションに2つ使える選手がいるっていうのは大事ですかね。 そうですね、非常に大事ですので。ののるって,の使るっての言葉はあ,れですあの 2, 2人、ちゃんと相乗効果で。そうですね、気がするというか、うん 1>, まあ、1つのポジションに2人、いい選手がいるというところが、強いチームを作る上では必要不可欠かなと、これから ACL とかまた入っていきますので、浦和戦見て、やっぱり ACL 決勝、マリノス行きたいですね。そうですね、あの舞台でマリノス見たいですよね、ACL 決勝で。 ACL 決勝で浦和にもと負けず劣らずのこれを作りたいですね。そうですね。まあ、ACL 惜しいですもんね、いつも。い,やいつも、やっぱ韓国勢に負けたり、負けてしまうっていうところが、うん、あるので、今年はちょっとぜひ決勝まで行って優勝してほしいですね。そこの皮をむいちゃいましょう、ACL という皮を。むいちゃおう、上のクリニック。<laughs> それで<誰>。それだなのか、すいません。 そうですね、そうですね。<laughs> まあ本当、マリノス、日産スタジアム、やっぱキャパ、キャパでかいですから、決勝まで行って満員入ったらとんでもないことになりますよ。まああの、ワールドカップの、日韓ワールドカップの決勝みたいなの,の再現を見たいですよ。そうですね。あのカカ、カフー、粉花粉のこレクシ以外の。ロナウド、ロナウド。いや、いや大ろだ大ごろ そうですね、次、えー、節は5月14日日曜日、1時半から、電化ビッグスワンスタジアムで、横浜 F ・マリノス対アルビレックス新潟の試合になっております。こちら非常に楽しみです、個人的に。DJ トムもご存知だと思いますけど、相手の監督、あの方ですよね。まあ、力蔵さんですね。マリノスでずっとコーチをしていた、また力蔵さんが監督で、スタイルもマリノスに似てますよね。似てますね。マリノスにルーツのある選手も在籍してますし、 松田栄太郎君とかですかね。鈴木浩二選手。鈴木浩二選手。そうですね、そういった選手、出会ったりとかやっぱが伊藤遼太郎選手。怖いね。マ、えー、リノスにルーツはないですけども、伊藤遼太郎選手、非常にいい選手ですので、えー、いいサッカー、アルビレック,クス、新潟もしてきますので、こちらも楽しみにしております。またプレビューでしっかりとですね、えー、私たち、えー、この試合のおレビューをお届けいたしますので。 また、チャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。やらせないぞ絶対にやらせない初俺らが、俺たちが横浜。俺たちが横浜。ありがとうございました。どう